はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんは診断で実装された謎 UR カード、ベーダ・ウパニシャットというモンスターご存知でしょうか？あ、ご存知ない。ご説明しましょう。ペンデラモンスターになっておりまして、まあ、ペンデラモンスターなんですけど、あんまりね、ペンデラモンスター感はあんまりないというか、ペンデラム効果は、自分か相手のモンスターが破壊された場合、このカードにカウンターを3つ置きますよ、という効果になってます。だから、まあ、マラズムとか、あと、恐竜デッキとか、あの辺ではね、相性が良くて、もうカードめっちゃ破壊するんで、破壊し、されたらバン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 カウンターが置かれていくんで、まあ、そういうデッキと相性がいいということですね。で、このカードの P スケールが、カウンターの数が上がっていくということで、再現なくどんどん上がっていくのと、あと3番目の方が、このカードのカウンターを12個取り除いて、このカード特殊ができるよという効果になってます。で、ステータスはもう攻撃力0、守備力4000という性能になってますんで、まあ、アタッカーとしては機能しないですね。で、まあ、じゃあこいつがモンスター効果で何をするのか。このカードは、P 効果でしか特殊召喚できないんですけども、1番目、1ターン1度、相手がエクストラデッキからモンスターを特殊召喚、した場合、自分の手札フィールド墓地からカードを12枚、裏側で除外して、このターンのエンドフェイズになる。やばくないですか？やばくないですか？エクストラデッキからモンスター出した瞬間、はい、お前エンドフェイズって言えるんですよ。やばくないですか？今日はね、このカードのこの1番の効果を、使って相手のターンを強制終了していきたいと思います。あ、ちなみにデッキのギミックはマナデムに合わせておりまして、一応ね、このカードベーダーモンスターになってまして、新規カードをこの世界バンカーというカードでサーチできますんでね、世界バンカー自体をこのアムリターラっていうカードで一応サーチできますんで、まあ、一応ね、破れれば、まあ、結構簡単にこのカードを用意して、まあ、バン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 カードを破壊して展開していくことができますんでね。はい、早速ご覧いただきましょう。ベーダウーパニシャットのパワーをな、デュエルスタンバイ。いやー、まあ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 、割と G 以外だったらなんかいけそうな気すんな、これ反動的には。ウパニシャットまで繋がるかどうか怪しいか。マナデム リームハート効果発動するぜ。さあ、リームハートの効果を起動するぞ。どうする？よし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 。ここへの無限保養マジでけ。ここへの無限保養はでかいぞ。やっぱリームハートにはみんな打ってくれるもんね。それがでかいよな、なんかね。アムリターラまでやっぱ、ちょっと、あ、これ出すか。ミーク一応出しとくか。アムリターラまで基本的にはなんか待っていいんじゃねえかと俺は思ってんだけど、後で出せばいいと思うんですね。最悪まあ2ビル食らう可能性あるしな。で、トリロ、全員がトリロスクータだと思ってるトリロスークタ出して、まあ、トリロスークタっていう名前すごいなんか覚えにくいよね。うん、覚えにくいとか言いにくいよね。で、ビサスアムリターラを爆誕させていく。ガオ！ビサスアムリターラの効果を発動。進行召喚成功した場合、デッキからビサススタクロストの、カードメーカー記したカード世界バンカーを手札に加えるぜ。そして世界バンカーの効果を発動。世界バンカーによってデッキからベーダーモンスター1体を手札に加える。もちろんベーダーウパニシャットを手札に加えていくぜ。そしてベーダーウパニシャットのペンデラムスケールに貼る効果を発動するぜ。このカードはカードが破壊されるたびにカウンターを3つ置き、カウンターを12個取り除いて特殊召喚をすることができるモンスターだぜ。さあ、スキアクロー、ライトハート特殊召喚、ライトハートの効果を発動。ライトハートの効果によって、なんだっけこれ、ライフォビアを、ライフォビアでこれ持ってくるカードなく、あ、ビサススタクロストを持ってくれるか、ライフォビアを発動。ライフォビアの効果によってビサススタクロストを手札に加えていくぜ。さらに、手札からスキアクロー、ライトハート特殊召喚、そして効果発動。デッキからスキアクローカードを1枚を手札に加えることができる。さらに手札のビサス、スターク、これ先出しとくか、なんだっけ、マナドゥーミークを特殊召喚。さらにビサススタクロストの効果によってライトハートを破壊して自身を特殊召喚し、ウパニシャットのカウンターが3になるぜ。カウンターの数だけちなみにスケールが上がるぜ。さらに、レベル4のスキアクロー、ライヒハートにレベル6のビサススタクロストをチューニング。新規の召喚フルールドッパラです。さらに自分の墓地のビサススタクロストをスキアクロノバによって特殊召喚。そしてスキアク、ビサススタクロストが、存在する場合、自分の墓地のスキアクロ、ライトハートは墓地から蘇る効果を持っているぜ。
再び蘇れ。うわっ、ふい。さらに、効果モンスター2体で、リンク召喚現れろ、クロシップ。さらに自分の墓地から攻守1521とビサススタッフロストをゲームから除外することにより現れろ、融合召喚。いや、まあ、これ融合召喚なのか、これわかんない、何召喚これ。なんかインチキ召喚、ビシャスアストラウド。そしてビシャスアストラウドが融合召喚に成功した場合の効果と、クロシープがリンク先に融合モンスターが出た場合の効果を発動。クロシープの効果によって自分の墓地からレベル4以下のモンスターを特殊召喚しながらミークを爆破、ウィーン、バゴーン。クロシープの効果によってトリットとかでいいか。さらに、ウパニシャットの効果によってまたカウンターが置かれるぜ。さらにミーケの効果、破壊された場合自分のデッキから、同盟モンスターを特殊召喚しながらレベルを2個上げることができるぜ。レベルをもちろん変化させていく。あと2回だな。そしてレベル8のビシャスアストラードにレベル2のあ レベル4の、マナドムミークをチューニング、シンクロ召喚、現れろ、赤き竜。そして赤き竜のシンクロ召喚成功時の効果、赤き竜のカード面が記された魔法トラップカードを1枚お手札に加えることができる。これによってシンクロランブルを手札に加えていく。さらに赤き竜の効果を発動。赤き竜の効果によりレベル10のドラゴン族モンスターをシンクロ召喚、カッコインチキ召喚、現れろ、ビーステッドディスパテル。ビーステッドディスパテルの効果によりビシャススタッフロストを特殊召喚していくぜ。さらにバロネスの効果を発動、モンスターバッカ。そして、ベーダーウパニシャットのカウンターが乗り、世界バンカーは発動しない。自分の墓地のビシャス、ビシャススタッフロストと、1521のモンスターをゲームから除外し、インチキ融合召喚、現れろ、ビシャスアストラウド2体目。そしてビシャスアストラウドが融合召喚に成功した場合の効果、フィールドのモンスターを破壊、そしてトリットが破壊された場合の効果を発動するぜ。これあまりにも強引すぎるな。これ出し方あまりに強引すぎた。自分のカードをひたすらに爆破し続けることによって、なんかこのカウンターをなんかその乗せるみたいな強引にな。そしてこれでカウンターが10人になったぜ。レベル8のビシャスアストラードに水属性チューナーをチューニング、新規の召喚、アラロシティテエジエルキミル。よし、だいぶ強いなこれ。盤面的にはかなり強いぞ。これシンクロランブルはちょっとあとでいいか。ベーダウパニシャットの効果を発動するぜ。ベーダウパニシャットの効果はカウンターを12個取ることによりこのカードを特殊召喚できる。しゃー、かかってこいよ。これがやべえ、ちょっと時間ね。これさ待って、これさ除外するコストってさ、フィールテイクなフィールド墓地からカードを12枚裏側で除外ね。オッケー。さあお前のターンだぜ。これによってちなみにベーダーウパニシャットの効果を説明しておこう。相手がエクストラデッキからモンスターの特殊召喚をした場合、自分の手札フィールド墓地からカードを12枚ゲームから裏側で除外することによってそのターンのエンドフェイズにするという効果。つまり貴様はエクストラからモンスターを出した瞬間エンドフェイズを迎えなければならない。 DD かな、なるほど、いいだろう、かかってきやがれ。やべ、残り60秒しかね、ちょっと待って、展開に時間かけすぎた問題。契約書を持ってきたやつを、エジエルギブリで除外しますわ。オッケー、時刻簿の契約書、いいだろう。まあ、永続魔法が対応されるんで、DD は意外と相性いいかもしれないですね。エジエルギブリ、めちゃくちゃ強いんで。はい。で、契約書は黙れ。引いて、エジエルギブリの効果を発動。このターン、このフィールド上のモンスターは、効果では破壊されず、効果では除外できない。さらにカードの発動に遷移してこのカードを発動した場合、そのカードを除外することもできる。グリフォン、いいだろう。さあ DD グリフォンが特殊召喚されていく、いいだろう。おっと、これリンク召喚かなんかなんじゃねえの。来た、ビジル画面特殊召喚成功時、おいお前エクストラデッキからモンスター出したな、許しません。あ、一応シンクロモンスター対象に取れるようにシンクロランブルのあれだけ残しとくか。
カードを裏側表示で12枚ゲームから除外することによりこのターンのエンドフェイズになるぜ。大丈夫かい。クソ高価すぎる。クソ高価すぎる。ゴミカス高価すぎる。あ、一応あれかスケーラーを受けるのか。なるほど。さあビルカメス音今テキスト読んでいるか。ベーダーウパニシャット、これあれだな、あのビルカメス破壊した時のここまあまあうぜえなこれ。なるほどな。ベーダーウパニシャット君のテキスト読んどいた方がいいぜ今のうちに。エンドフェイズになるっていうことを理解した方がいいんじゃねえか。これから展開しようと思ってたのか。まあ、っていうかそもそもベーダーウパニシャット出さなくても盤面で勝てそうだけど。はい、でなるほどな。あーっとウパニシャットはちなみに君たちに戻るという効果が発動されてしまう、去ってしまうんで、自分のスタンバイフェーズに戻るという効果なんで、まあ、相手のエンドフェーズを何回でも迎えることができるという意味では強いな。これはゴミだな。やっぱりこのウパニシャット君の効果マジに好きだわ。ザ・ベイセット・ディスパテルの効果を発動、ザ・ベイセット・ディスパテルの効果があって、ビサス・スタクロスとビサス・スタクロスでいいのこれ、アブリターラ、あ、まあビサス・スタクロスとか、ビサス・スタクロスとか、ビサス・スタクロスと特殊召喚するんで、さらにシンクロランブルの効果を発動するんで、シンクロランブルの効果によって自分の墓地のアムリターラを特殊召喚するで。あー、これ守備表示なんか。あ、だる、守備表示なんですねこれ。なるほど。まあでも一応あれか、ビサス・スタクロスとアムリターラの効果によってビサス・スタクロスと爆破してシンクロモンスターの打点全員バケモンみたいにすればいいか。はい、バケモン打点。アルティメットバケモン打点。ほんでフルルドバルネスの効果、相手のビルガメスを爆破するぜ。そしてビルガメスが効果で破壊された場合に自分の戦撃機墓地から DD モンスターを守備表示特殊化するという効果、これに対しザ・ビーセット・ディスパテルの効果を発動。あ、ザじゃねえかこれ、ディスパテル、やべえ、ちょっと時間ない。待って、これ相手のカードあれだよね、戻したら無効できるよね。はい、でこれで、ビルガメスによる耐久も許さない一切な。よし、やべ、ちょっと時間ない、バトルフェイス入ろう。ゴリラ、ゴリラシックのモンスターたちでダイレクトアタック、これがウパニシャットのパワーよ。めっちゃ強引だったけどね、出し方。対戦ありがとうございました。まあそんなとこだよな、やっぱりマラドムってさ、自分たちのギミックで結構パンパンになっちゃうからさ、そんなに手札いいはずちょっと詰めなくて、それがねちょっとね弱点ではあるんだよね。暗黒回廊とかいう最強カードを発動されたわ。暗黒回デッキか、やばい、ちょっとやめてくれ。暗黒回はさすがに展開が長すぎて。さあ、じゃあ違うわ、暗黒回ピアリだ、出た、暗黒回ピアリ、もういなくなったと言われている暗黒回ピアリじゃないか。まずいぜ、手札がめっちゃ補充される可能性があるぜ。あ、暗黒界デッキに見せかけるのうまいな、なかなかやるな、確かに。暗黒界のまで入ってるのなかなかだけど、これめちゃくちゃ暗黒界入ってんな、強えな、はあ、強そうな動きしてんな。リンキー王に変えていく、なんかさ、マシン王レインまで入ってる暗黒界結構珍しいよね。そんなカード入れる枠ある？え、スカルデット、やばい、なんかこれあれじゃん、なんか意味わからん最強展開して、なんか速攻魔法拾いに行ってる。何これ、ピュアリープリティプリプリプリチーメモリー、プリプリプリチーメモリー、どうぞ。なんかもうでもだいぶ君さ、ピュアリー使いまくったけどまだピュアリー残ってんのデッキに。白ピュアリーいなくね、もうハンドコスト強ない。あー、黒いんのか、なるほど。でも黒さっき効果使ってたな。レインスカルゲットリプロドックス、どういうこと、ちょ、わからんわからんわからん、何してんのこの人。リプロドックス、なんかちょっとよくわからない、なんか全く意味がわからないムーブしてんだけど、これどういうことですか。リプロドックスの効果、リンク先のモンスターの種族を変更していく、戦士族、
何あ、ランクアップマジックアストラルフォース何なんだって。エピアリーハピネスの上に誰誰自分メインフェーズで発動、次の相手ターンをスキップするめちゃくちゃ久しぶりみたいな、こいつやばい、ちょっと待って、ガチでやばいけど来たえ、これ、え、待って、ちょっとさ、展開すんのはいいけど、これお前キル取れんのか、お前それキル取れんのか、なんかすげえ打点低いぞ、盤面のこれ、キル取れんのか、おいうわ、やば、キル取れそう、マジでやばいやばい、待って、リンク値が伸びるとやばい、1、2、3、4、5、いや、今リンク5分あるぞ、まずいぞまずいぞ、非常にやばい、うわ、打点、いや、出てきた、そういうことか、ターンスキップしてレインの打点でぶん殴って勝つためのレインってこと、レイン入ってんのおかしいと思ったんだよな、バレルソード、やばい、待って、え、でもまだこれ、まだだな、まだ9000あるな、まだ9000だな、バトル、何、え、なんかそれ9000じゃない、3000、え、それ9000だよね、これ、え、ダメージ差かんの、いや、まあそれはいいわ、2回攻撃します、え、君さん速攻魔法で俺のライフ回復したの忘れた、え、嘘でしょ、なんか生きたんだけど、なんかターンスキップされたと思ったらなんか1000ライフ残って生きたんだけど、これなんていうこと、ちょ、わからん、え、なんか普通になんか全然まくれそうなんですけど大丈夫ですかね、あ、お相手し、これ、まあ、バレルソードドラゴン破壊しますけどいいですか、ちょ、戦闘で破壊されないけど効果では破壊されるもんね、普通にバレルソードが、爆発して、え、なんか勝てそうだけど勝てそうじゃね、アストラウドで、相手のレインをぶち殺して、でレインの打点の半分吸収、あれピュアリー君なんか打点足りてしまってるけどな、これおかしい、あれあれ、え、なんかターンスキップされたけどなんか勝ったんだけど、